はいどうも、ワンソクチューブです。今回は遅ればせながら、新型 A クラスですね、こちらようやく試乗できましたので、動画でお届けしたいと思います。まず今回はですね、エクステリアと内装のところをですね、詳しく見てみたいと思います。取材に協力していただいたのはメルセデスベンツ越谷店さんですね。いつもありがとうございます。で、試乗車はですね、A180 スタイルというグレードですね。車両本体価格は369万円なんですけれども、ナビとかね、安全装備を含めるとなんと440万円になってしまいます。新型 A クラスの見積もりブログはね、すでに書いてあるので、下の詳細欄にリンク貼っておきますんで、よかったら見てみてください。で、新型 A クラスのエクステリアを改めて見てみたいと思いますが、先日ね、10月に六本木のメルセデス・ミーで見てきたエディション1というね、初期限定モデルと比べるとかなりおとなしい印象になっています。こちらがエディション1なんですけれども、19インチホイールとかイエローのアクセントのラインとか、ナイトパッケージというブラックのね、メッキ類なんかと比べるとかなりおとなしい印象になるかと思います。で、新型 A クラス A180 スタイルの、エクステリア、正面から見るとこんな感じです。サメをね、イメージしたというエクステリア、まあなんとなく納得できますよね。A180 スタイルには LED ハイパフォーマンスヘッドライトというのがついているんですが、アダプティブハイビームアシストプラスにするにはですね、 AMG ラインというオプションをつけなければなりません。こちら25万円ぐらいかかるオプションになっています。くの字型に光るポジションライトはデイタイムランニングライトにもなっているのでね、昼間の視認性も良いです。で、こちらサイドのダクトはこれ残念ながらダミーのデザインですね。 AMG ラインではね、エアが抜けるようになっていたんですけれどもね、こちらは完全に埋まっちゃってます。で、バンパーロアの部分、こちらは一部、空気が抜けるようになっていますね。はい、続いてサイドの方に回ってみたいと思います。はい、こうやって見るとね、本当に A クラスって感じですよね。で、 A180 のボディサイズは全長4420、全幅1800、全高1420と、で、先日ね、お伝えしたエディション1の時にはね、全幅 1.8 切ってたんですけど、それはね、どうやら海外仕様だったみたいで、日本仕様はですね、全幅 1.8m ちょうどとなっています。で、こちらには16インチタイヤ&ホイールが標準装備となっているんでね、こちらがね、まあ、あの見た目的にかなりおとなしく見えている、理由の一つかなと思います。ただね、評論家の方々が結構 A クラス乗り味硬いっていう風に評価している方が多いので、このね、16インチホイールぐらいタイヤの肉厚があると逆にね、乗り心地の面ではプラスに作用するかなという風にも思います。続いて A180 スタイルのリアの方も見てみたいと思います。こちらはね、先日のエディション1とあんまり印象は変わらずですね、ヌメッとしたセクシーな、ヒップになっていますね。このね、ちょうど垂れ目がちのリアコンビネーションランプ、これはちょっと好みが分かれるところかなと思いますけどね、昔のカルディナみたいなデザインですよね。分かる人いるかな。はい。で、リアバンパー下部のところなんですけれども、こちらはですね、マフラーは完全に隠されるデザインとなっています。AMG ラインだとこれがね、ダミーのマフラーのデザインになっていたので、それよりはね、もうこうやってね、完全に見えない方が潔いかなというふうに思います。はい、続いて、A180 スタイルの内装も見てみたいと思います。で、ドアトリムなんですけれども、先日見たね、エディション1と比べるとかなりね、質感がね、差別化されて落ちているなという印象でした。 AMG ラインを装着すると本アルミの化粧パネルがついたり、ステッチ付きのね、トリム類に変わったりと、結構ね、見た目的にすごい質感高いなと思っていたんですけれども、こちらのスタイル、スノースタイルの方は、まあね、ステッチ付きの合成比較などはないですね。で、上は一応ソフトパッドになっています。中央部分もソフトパッド、ただしね、アルミの化粧パネルなんかはなくなっちゃってますよね。で、こちらも、ソフトパッドなんですけれども、ステッチなどがなくなっています。で、ここはシルバーだった部分はピアノブラックになっていますね。パーティシランプがついているのはいいかなと思います。そしてドアヒンジはもちろん鋳造製ですね。続いて、シートの方を見てみたいと思います。
その前に、スカフプレート、こちらスカフイルミはなんとスタイルには標準装備となっています。でアクセルペダルは残念ながらオルガン式ではなく吊り下げ式ですね。そして A180 スタイルのシートなんですが、 AMG ラインにするとヘッドレスト一体型の、まあ、バケットみたいな感じのシートだったんですが、こちらは合成比較と、ファブリックのコンビネーションシートになっています。ドアを閉めた音聞いてみましょうか。結構ね金属質な音がしますね。で続いて A180 スタイルの、インテリア全景を見てみたいと思います。まあねやっぱりねこのね液晶メーターと液晶のナビ画面とこうピアノブラックのねマテリアルが随所に使われていて質感は非常に良いですよね。ただエディション1の時と比べると結構ねマテリアルは差別化されて、アルミのパネルなどがなくなっていたりとちょっとグレードダウンしてる感じはあります。でまず印象的なのはこちらメーターパネルとつながっている 10.25 インチのナビ画面ですね。そして、インパネ周りはこんな感じになっています。でこちらのナビはオプションなんですけれども、こちらのコマンドコントロールで、操作することもできますし、画面のねタッチ操作にも対応しています。なのでね理想的な、まあ、あのデバイスの操作と操作性かなというふうに思います。でこちらのトラックパッドにはねあのフィードバックがあってちゃんと振動が返ってくるようになっています。そして3連のエアコンの吹き出し口ですね。イルミネーションは仕込まれていません。レザーエクスクルーシブパッケージっていうのをつけないとつかないそうです。で、エアコン周りの操作スイッチ、ここもね見た目質感高いですよね。操作した感じもカチッとした食感があっていいですね。そしてその下には、シャッター付きの、ドリンクホルダーと小物入れがあります。 USB ソケットは USB Type-C になっていますね。で爪付きのドリンクホルダーが2つありますね、はい、A クラスでのねシャッター付きっていうのはね高級感あっていいですよね。まあ、ちょっとピアノブラックはね指紋とかホコリが目立つので、まあ、賛否両論なんですけれども。そしてこちらの、トラックパッドですね。これもねサラサラとした食感と押し込んで、決定もできますし、いろんなねボタン類の上に来た時には、カチッという振動と音とフィードバックがあります。そしてドライブモードセレクトや、その他の物理スイッチなどが並んでいますね。見た目の質感も非常に良いです。でパームレストがあるのでね腕置き性もいいですね。そしてその後方には、アームレストコンソールがあります。まあ、メルセデスはね、伝統的に左右にパカッと開くタイプですね。で中にも USB ソケット2口ついてるんですけれども、こちらも Type-C です。ちなみにメルセデス A クラス新型 A クラスの USB ソケット全部 Type-C になっていたので、新たにねケーブルを買う必要があるんじゃないかなと思います。そして助手席のダッシュボードの方、こちらはねソフトパッドになっています。でカーボン調のこちらもソフトパッドですね。で、グローブボックスを開けると肝押し上げなどにはなっていませんが、ETC のユニットがこちらに入っていますね。続いてステアリングホイールを見てみましょう。こちらも、差別化されてますね。パドルがついてるのはいいですね。で、AMG ラインをつけた、ステアリングと見比べてみるとこんな感じですね。各所がシルバーになっています。でこちらマルチファンクションステアリングというトラックパッドみたいなものが、ちっちゃいのがついてるんですが、これねすごく便利です。で左側はナビ画面を操作し、右側の、こちらのマルチファンクションではメーター内の、操作ができます。これがね結構直感操作ができてすごく良かったですよ。超高機能。そしてこの 10.25 インチのデジタルメーター、これね本当に素晴らしかった。で地図の全画面表示ができたりと、まあ、アウディのねバーチャルコックピットに負けず劣らずのすごいねハイテクな、
デジタルメーターになってましたね。そして高機能。通常はね、二眼のメーターみたいな感じになっているんですが、それぞれのね、表示する内容をかなり細かくカスタマイズできます。で、今は右側をね、地図にしてますが、左側もね、スピードメーターだけじゃなくて、いろんなものを表示することができます。そして中央部分、もうこれは全画面に地図を表示することもできますし、さらにですね、左側だけじゃなくて中央部分にも、地図を表示することができるので、まあ、中央に地図を表示して左側はタコメーターみたいな形で使うこともできます。これ本当に素晴らしい。で、メルセデスは代々ね、コラムシフトですよね。ただね、これうっかりウインカーと間違えて入れちゃう可能性があるのでね、よしあしかと思います。左側はウインカーとワイパーレバーが一緒になっています。続いてステアリングホイールの右側、こちらには、ライト系のスイッチと電動パーキングブレーキの、スイッチがあります。ただ電動パーキングブレーキね、使うことないと思いますね。自動でかかるんで。続いてオーバーヘッドコンソールです。ミラーはフレームレスタイプじゃないですね、さすがに。で、こちら透過類、まあ、ルームランプは、一応 LED になっていますね。そして今回の A クラスには、まあ、コネクテッドカーとしての、装備が加わってますね。 SOS コールというのがありまして、あとメルセデスミーコネクトというので、まあで、レクサスでいうところのオーナーズデスクみたいなオペレーターにつながるサービスが、まあ、3年間無料で、使うことができます。続いて鉱石を見てみましょう。こちらのね、鉱石度はもう差別化されてました。まあね、 AMG ラインつけるとステッチ付きの合成比較になって、まあ、スピーカーがついたりとかするんですけれども、これがね、すごい質感いいんだと評価してたんですが、普通のスタイルだけだと上はハードプラになっちゃってました。で、ここはソフトパッドにはなっているんですが、まあね、ステッチ付きのものとは差別化されてますよね。ここはピアノブラックになっています。ツイッターもなくなっちゃってますね。で、ドアヒンジは鉱石も、鋳造製ですね。そして鉱石足元空間を見てみたいと思います。それでは乗り込んでみましょう。はい、まあ、C クラス相当の足元空間を確保したということで、拳2つ分ぐらいは確保されています。まあ、このクラスとしてはかなり広い方ではないかなと思います。で、つま先も運転席の下に入りますね。そして、なんと後席にもエアコンの吹き出し口が装備されてますし、見た目もいいですよね。そして USB ソケット、こちらも Type-C が2口ついています。で、後席にもアームレストがちゃんと完備されていますね。こちらも C クラスと見た目は同じ。ちょっとね、このカップホルダー使い勝手どうなのよとは思いますが、ないよりあった方がいいですよね。はい、続いて、新型 A クラス A180 スタイルのラゲッジスペースも見てみましょう。 A クラスにはパワーテールゲートの設定は残念ながらありません。で、ラゲッジ容量なんですけれども、鉱石を使用した状態で、370リットル確保されています。このクラスとしては標準的ですね。そしてラゲッジアンダーを開けるとこんな感じで、パンク修理キットとちょっとした、まあ、あの小物入れがありますね。で、鉱石を折りたためば最大で1210リッターまでラゲッジ容量を拡大することができます。鉱石はね、しかも4対2対4で分割加糖になっているので、しかもね、フラットになるフロアはかなり使い勝手が良さそうです。といった感じで、新型 A クラス A180 スタイルという AMG ラインが付いていないスノグレードの方を見てみましたが、いかがでしたか。まあ、個人的な感想としてはですね、エクステリアの迫力はかなりね、抑えられて、まあ、悪い意味で言うとちょっとね、シンプルに見えるんですが、まあね、女性とか奥様が乗るにはこのぐらいのね、おとなしいエクステリアの方がいいかなというふうに思います。で、内装に至ってはですね、まあ、あの、このクラスとしては標準的以上の質感も担保していますし、やっぱりね、このデジタル液晶メーターと連続しているね、ナビ画面、これはね、もう次世代のメルセデスが誇るもうハイテクさの象徴ですよね。
解像度も高くて見た目もね反射しちゃって見づらいんじゃないかなって心配してたんですけど全然そんなことなかったです。まあ多少反射しますけど、運転席に座っている状態だとそれほどねメーター類見にくいという印象は受けませんでした。でしかもこのね高機能性ですよね。まあ私アウディのバーチャルコックピット大好きなんですけれども、それに匹敵するデジタルメーターがライバルメーカーから出てきたかというね、ようやくあの欲しいって思えるまああのメーターがメルセデスから出てきたなという印象です。 C クラスにはレザーエクスクルーシブパッケージつけないとデジタルメーター装備できないのに対して、 A クラスではねスタイル以上だと標準装備となっているので、それもねなんかちょっとお買い得感はありますよね。気になっている方はメルセデスディーラーに足を運んで実際にね見て試乗してみてはいかがでしょうか。次回はですねこの新型 A クラス A180 スタイルの試乗ドライブフィール編をお届けしたいと思います。で今回も車のマニアック写真クイズですね。前回の正解はミラーイースでした。今回の車は何なんでしょうか。これからもねメルセデス社をはじめ各ねいろんなメーカーの車の試乗インプレッションをお届けしたいと思いますので、チャンネル登録まだの方ぜひチャンネル登録をお願いいたします。 Gmail にログインしている状態だとチャンネル登録ボタンが押せるようになりますからね。それでは買いたいあなたの背中を押すチャンネルワンソクチューブ、次回もお楽しみに。